こんにちはです。ヒカリミリアです。今回は、ポケモン剣盾個人 VR、鎧の孤島杯という大会に参加しています。主催は赤チューバーさんです。今回使う構築は、ニャオニクスで壁を張って、ギャラドスかトゲキスで積み技を積んで、あとはタスキウーラオスか、スカーフ、ジワコイルでとどめを刺すみたいな、超単純な構築ですね。まあ、カバルドンは、ほとんど見せぼけで、相手にパッチラコンとか、エルフーンが入ってたら、出さざるを得ないかな、みたいな感じですね。まずは、スケジュールの確認です。はい。今回の日程は、このようになっております。今日は、魔王さんとの試合です。魔王さんは、ご覧のように、とても可愛らしいお姿をしております。ご自身と似ているイエスさんを使われるようです。ぜひ、概要欄から、魔王さんのチャンネルもチェックしてみてください。さ、それでは、やっていきましょう。あ、緊張してしまった。顔がフリーズしてる。魔王さん、対戦よろしくお願いします。自分すげえ、うわ、すごい緊張してる。大丈夫かな？はい。ちょっとお水を見ます。はい、ではよろしくお願いします。まあ、参加するポケモン、はい。ああ、バタフリーがいるか、めんどくさい。もう、キッスは、絶対選出ですね。まあ、カバルドンから展開したいんですが、ガマゲロゲを合わせられると超面倒なことになる。まあ、キッスとウラオスはもう確定と言っていいでしょう。壁展開から、ちょっと不毛だけど、最初ガマゲロゲ来たらやばいよね。結局、この展開で押して参るみたいな、ところでしょう。最初、オーロンゲだと思うんだけど、オーロンゲはあくびが入らないからな。はい、魔王さん、大変よろしく。はぁ、はぁ、ジュラルドンから来たか。これはちょっと意外でした。鉄壁ボディプレとかやられたら結構嫌なんですけど、一応光の壁からセオリー通り入っていこう。これならカバからでよかったかも。結局ジュラルドンはウーラオスで倒すしかないからね。普通にラスターカノンか。じゃあ、あくびかな。メガネではなさそうですね、この火力は。一回殴ろうか、ここで。ここでバタフリーとかに下げてきたら、タスキを剥がせて、まあ、美味しいと言えば美味しいけど、タスキ剥がしという意味で、ちょっと一回殴っておこう。ネオニクス一回引っ込めてもう一回出番ありそうな気がする。よし、これは美味しい。食べ残しか。ここで身代わりされると、あれですから、やばいことになります。ので、一回、あくびですかね。まあ、倒しきるなら、倒しちゃってほしいところですが。よし。これは狙い通り。で、ここでもう一回、再キネかな。身代わり割れたら、まあ、多分割れる。眠り罠で眠らせてくる。だけどそっちも眠るからね。さて難しい。もう暗黒郷土来、落とせるかな、これ。一回ウラオスを出しておこう。キッスだとやっぱジュラルドンで止まっちゃうのがちょっと微妙だ。うん。挑発を打っても良さそうだけど。ここで落ちられたら
耐えて落ちたらやばいか。よし、もう確定急所でちゃんと落としていく。よし、厄介なバタフリを突破した。でもう一回厄介なやつがいる。ジュラルドンってやつ。イエスさんか。壁はまだ残ってる？ここダイマックスしても行くべきかな。だね。ウラオスがね、もう残っておかないとジュラルドンに勝てないので。さあ、エースでは勝ってるはず。よし、倒しきれるか。うおー、強い。さすがです。さあ、これでダイナックルで一回は耐えられると思うんですが、その後にトゲティスのマジカルシャ、フレイムで射程圏になってるかどうかだよね。まあ、落とされることはないと思うので、素直にダイナックルか？素直に ダイナックルでいきましょう。お、これ弱音とかだったら怖いな。あ、まひらせにしたか。よし、これで勝ちだ。魔王さん、体験ありがとうございました。ウーラオスがめちゃめちゃ仕事してくれましたね。はい、ということで魔王さん戦なんとか勝利できました。最後のウーラオスのダイナックルを打ったターンなんですけど、慎重に行くなら巨大一撃のからの方が良かったのかと思いました。ちょっと反省ですね。またニオニクスのサイコキネシスでバタフリーを攻撃したターンも、あれバタフリーの方が先に動いてたらちょっと怪しかったので、そこもちょっと課題が残る場面ではありました。でもウーラオスもニオニクスも素晴らしい活躍をしてくれて本当ありがとうございます。ウーラオス偉い、頑張った。ニオニクスもまあくびでしっかり入れてくれていい仕事したね。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。それじゃまたね。ウーラオスめっちゃ強かったね。ウーラオスとニャオニクスやってくれた大勝利ありがとうございました。また見てね。見てくれて本当にありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。それじゃまたね。おつりひやでしたー。